最優長分皿、ラスター、サイモン賞付け、総ミミツボラスター、彩り自身分皿マニセスは、スペインバレンシア州バレンシア県マニセスで生産される、陶磁器の総称である。マニセスでは、特に14世紀以後に幼業が盛んとなり、様々な種類の陶磁器が生産されている。マニセス陶器や、マニセス焼きと表記されることがある。自治体のバレンシア語読みはマニセスだが、 マニゼスで生産される陶磁器はスペイン語読みのマニゼスとして知られている。マニゼスの主要な産業は工業、特に洋業であり、マニゼス産の陶器はマニセス陶器、またはマニセス焼器と呼ばれる。マニゼスはスペイン最大の釜場である。中世やルネサンス期にはイスラームの影響を受けたイスパノイコールモレスク陶器の最重要生産拠点がマニゼスであり、 マニゼス産の陶器はヨーロッパ中に輸出された。スペインにおけるタイルの生産地としてはアンダルシア地方のセビリアと並んで知られている。今日の陶器産業は大企業よりも中小企業が優勢である。産業活動は人口の急激な増加をもたらし、19世紀の間に3倍に達し、20世紀の間に6倍に達した。陶器の生産地は街の東側、 北側にある鉄道駅周辺に集中している。バレンシア地方は粘土が豊富であり、また地中海に面していることから、海上交通の便に優れていた。バレンシア地方やカタルーニャ地方では、古代ローマ時代やそれ以前から洋業が盛んだった。あと、ウマイヤ町の支配下にあった時期から、マニゼスは陶器生産の重要な拠点であったとされ、規形、装飾様式ともに、 イスラーム様式だった。1229年に、ジャウマ一世がイスラーム教徒からマヨルカ島を奪還すると、アラブ人によってマヨルカ島を中継地点としていたマラガイタリア航路が閉鎖され、アンダルシア地方マラガさんの陶器はバレンシア港を経由してフランスやイタリアに輸出されるようになった。バレンシア港はキリスト教徒が管理しており、アラブ人が使用する際には、 租税が発生したため、マラガの陶器産業は少しずつ衰退していった。初期1238年には、ジャウマ一世がバレンシア地方をイスラーム教徒から奪還し、13世紀前半には、ブイルケがマニゼス領主の座に就いた。マニゼスではこの後もアラブ人投工が止まることを許され、その後の洋業の発展に貢献した。ブイルケは、アンダルシア地方の特にマラガから、 ラスター再陶器の技術を導入し、王皇貴族、富豪、教会などから多数の注文を取り付けた。ペレブイル2世はマラガ3陶器をバレンシア港から輸出する貿易独占権を獲得し、マラガの投稿たちがマニゼスに移住し始めた。マニゼス産の陶器は値段が手頃でまずまずの品質であり、マラガ3陶器にとって変わったものの、マラガ3陶器の知名度は高く、 マニゼス三陶器にはマラガさんというラベルが貼られて輸出された。中世の資料によるとマニゼスと近隣のパテルナの投稿は合わせて300人に上ったとされており、キリスト教徒による再征服後もマニゼスで活躍したのはアラブ人投稿だった。マニゼス陶器を象徴する青色と黄金色の釉薬が導入されたのは1310年から1315年頃とされている。 1320年代にはフランスナルボンヌとマヨルカ島の商人がマニゼス三島器の顧客であり、この頃からマニゼスは国外の市場に姿を見せていたとされるが、マニゼスは1350年代から1370年代に急速に釜場として発展した。1367年にはバルセロナの宮殿やトゥルトーザの砦が、 マニゼス産のタイルで飾られ、タラゴナのポブレー修道院の床面にもマニゼス産のタイルモザイクが使用された。マニゼスのタイル職人は1362年にフランスのアビニョン教皇庁に赴き、オードワンスルキ協定の床面をタイルとマラガ製の彩色陶飯並びに青、白、緑、紫をおもとした西洋タイルで飾った。イスパノイコールモレスク陶器の金場は、 13世紀末から14世紀後半までの期間にはアンダルシア地方やムルシア地方が中心だったが、これらイベリア半島南部の産地はレコンキスタによる戦火を被って衰退した。14世紀後半以降にはバレンシア地方のマニゼスト、パテルナが中心となり、これらの地域は2世紀以上にわたってイスパノイコールモレスク東旗最大の窯場として栄えた。13世紀後半以後には、 パテルナが栄えたが、15世紀になると、マニゼスが、パテルナを凌駕した。この地方では、筒形のヤッ大小の皿、パチ、水差し、主配、掃除の小腕、塩入れ、食材、清水板など、多種多様な陶器が焼かれ、14世紀以前には、アラベスク文様の草花分、生命の木、ゴシックの四つ葉踏み、15世紀以降には、ブドウから草分、 王公貴族の紋章、基礎維持種などが装飾された。近隣のパテルナでは、顔料の種類や装飾のモチーフなどが異なっており、それぞれ独自の装飾様式を維持することで、共存することができた。パテルナ3の陶器は、パテルナ陶器として知られている。ブイルケは、年間売上高の1、10を受け取っていたとされ、1454年のマニセス。 陶器の売上高は労働者3000人分の賃金に等しかったとされている。ムデハル様式15世紀から16世紀末まで、黄金色と青色のラスター再陶器で知られる、マニゼス産の陶器はヨーロッパ中で取引され、特に正規ルネサンスにはイタリアに大量に輸出された。バレンシア地方やカタルーニャ地方で焼かれた陶器は、バレアレス諸島のマヨルカ島に集められ、 改めて船積みされて、イタリアに向かった。多くの土地でこの陶器は、バレンシア仕事や、マリオリカとして知られ、これは、マヨルカ島のイタリア語なまりが語源であるとされてきたが、近年では、マラガさんという意味の、オブラで、マレーカが点火したとする説が有力となっている。アラゴン王室による理解を得られ、マニゼスさんの陶器は、フランス、イタリア、特に15世紀半ばには、 アラゴン王アルフォンソ5世が立派で豪華な宮廷を作ることを目指していたナポリに輸出された。ナポリの王公貴族はパテルナ陶器やマニセス陶器を愛好しイタリアの他の宮廷に影響を与えた。15世紀のローマ教皇であるカリストス3世とアレクサンデル6世はバチカン宮殿の大広間に使用するために継続的にバレンシアの産物やタイルを注文した。輸出は シチリア島、ベネツィア、トルコ、キプロス島、さらには、フランドル地方やバルト海沿岸諸国にまで広がった。ヨーロッパ中の宮廷の宮殿が、マニゼスさんの陶器で装飾された。多くの画家が絵画で宮殿を再現しており、初期フランドル派のフーベルト・ファンエークや、ヤン・ファンエークの作品、フィレンツェのウフィチ美術館にある、フーゴー・ファンデルグースの三連載漫画の中央のパネル、などに、 マニゼスさんの陶器を見ることができる。フィレンツェには、バレンシアに在住していたモリスコのファイアンス焼きが、描かれたルネサンスの画家、ドメニコ・ギルランダ用のフレスコ画なども存在する。陶器の貿易のために、いくつもの輸出企業が創業した。当初の貿易業者は、イタリア人、キプロス人、トルコ人であり、やがて、カタルーニャ人とマヨルカ人が加わった。 彼らはコシスと呼ばれる大型の陶器瓶にタイルや陶器製品を慎重に詰め、さらに紐や麦わらをまぶしてから輸送した。積み荷を満載した光船は地元当局に税金を支払い、バレンシア港を出港した。16世紀になると逆にイタリアの石油陶器がスペインの陶器に影響を与えるようになった。16世紀末から17世紀には、 バレンシア地方の洋業が衰退し、カタルーニャ地方のバルセロナが、イスパノイコールモレスク島旗製造の中心地となった。1575年以後には、マドリードに近いタラベラデラレーナが、政府の庇護を受けて勃興し、マニゼスをしのぐ繁栄を見た。16世紀末以後には、マニゼスの洋業が停滞したが、19世紀後半には、タイル産地として力強く復活し、 新たな市場を開拓した。1914年にはマニゼス陶芸専門学校が設立され、芸術的陶器、磁器、タイルなど様々な形態の用業の研究も行っている。20世紀半ばにはホセ悲鳴のマルティネスが活躍し、市内のブラスコイバニエス通りにはマルティネスの彫像が設置されている。マニゼスでは、 世界島ジビエンナーレが開催されており、2015から2016年大会で12回目を数える。2008年時点でも約20件の工房で陶器が製造されている。1914年には生産工学者のビセント・ビラール・ダビドと市長のビセント・モーラ・アレネスによってマニゼス陶芸専門学校が開校した。1916年にはアルフォンソ13世によって 国立学校として認可されたが、バレンシア大学に内包されるのではなく、文化省美術総局の直属学校となった。スペインの民主化後の1985年には、マニゼス陶芸専門学校の管轄が、バレンシア州政府に移り、美術、演劇、陶芸、舞踊、デザイン、音楽など様々な分野からなる、バレンシア州立芸術教育インスティチュートに統合された。 この学校の陶芸部門は、陶芸を志す学生に、専門の学位を与えている、スペイン唯一の教育機関であり、マニゼスにはスペインだけでなく、世界各国から学生が集まっている。技術家と工芸家からなり、家庭は3年間である。カサノバによって、 マニゼス市に寄贈された18世紀の邸宅を改修し、1969年にはフランシスコ悲鳴のアドリアン市長の下でマニゼス市立陶芸博物館が開館した。スペイン陶磁器コンクールで受賞した作品や、今日のセラミック国際ビエンナーレで受賞した作品のコレクションなどがあり、アルフォンス・ブラッドやアルカディオ・ブラスコの作品などが展示されている。さらに、 15世紀から18世紀のタイル、黄金の像、タイルパネル、大衆的な陶器製品、18世紀を模した典型的なバレンシア様式のリビングルームイコールキッチンなど、計2500点以上の展示物がある。陶芸博物館は1989年に改装、拡張された。ありがとうございます。